はい、どうも、アイスメンデンデガです。で今回ですけど、やってまいりましたのがこちら、阪大の吹田キャンパスでございます。なんと阪大の先生にね、呼び出しを食らいました。なんと前も花尾もあったんですけど、そのね、その方からね、ちょっとデンガン、お前も仕事辞めたことやし一回阪大に来いと言われまして、何なんですかね、もしかしたら怒られるんかもしれないですね。失礼します。いや、よく来てくれましたね。まあまあ、ちょっとありがとうございます。座っていただいて。はじめまして。ああ、はじめまして。あと、なんか僕がいた研究室よりラフって言ったらあれですけど、僕の研究室なんか掃除できてないとめっちゃ怒られました、ね、僕は一応掃除してるつもりに、まあ、一ファンとしてずっとこう見守ってきたわけですけど、はいはい、花尾 VS 電眼みたいなので、こう、まあ、見てると常に電眼が負けてるというか、半田尾君か、半田尾君の A 判定取って、あ、はいはいはい、まあ、花尾に一矢報いたみたいなのあるけども、はいはい、それでもどうも花尾があまり悔しそうじゃないというか。てか最近さ、なんか花尾アホキャラじゃねっていうキャラをですね、ちょっと気にしてるわけですよ、こっちもね。なんか運動能力では勝ってるから。いや、そうなんですよ、まあ、ぶっちゃけちょっと調子乗ってないから。ああ、なるほど。阪大はほら、研究大学だから。そうですね、はい、阪大の科学の力を使って無理やり勝ってもらおうかなと。まあ、実質負けってことですね、科学の力を借りた時点で。まあ、今日はだから、そういう技術を使ってちょっと、はい、花尾さんにこうスポーツで勝ってもらおうということで、はい、呼び出したということです。ギャフンと言わして、一回ちょっとこう鼻をこう、あー、それはぜひ。で、早速ですけど、今日使うわけです。あー、そのあるんですか、を説明したいと思います。お、やばい、なんか来てる。ちょっと待って、これ入れ物がいかつすぎでしょ、これ入れ物。出していきますけども、でってれーみたいな、でってれーみたいな。え、てか、なんかただのヘッドホンとに見えるでしょ、ただのあのプレステのコントローラーには見える、まあ、これをですね、この頭につけていただくとですね、はいはいはい、これはあの電眼紙をコントロールできる。あ、僕はコントロールできる、コントロールできる、自由自在に。まあ、これ何かっていうと、あの GVS、はい、ガルマニックベスティキュラー、スチミュレーション、はい、これ何かっていうと、まあ、頭部があって、はい、頭部に対して、まあ、ここからこう電気を流すと、これを使って花押しとやってもらおうと思うのは、はい、極座標スイカ割りみたいな。え、どういうことですか、極座標スイカ割り。極座標スイカ割りっていうのは、はい、まあ、極座標っていうのは、まあ、最初にこう、目隠しと、まあ、耳当てをしてもらって、何も見えない、何も聞こえない状態で最初に距離と角度だけを指定して、まあ、これ極座標ですね、はい、距離と角度だけを指定して叩いてもらう。あ、なるほど。このデバイスで大体角度をお知らせすること、ナビゲートすることができる。まあ、それ僕らがこう裏で、すごすぎ、それマジで、すごすぎ、それマジで。はい、じゃあ一回いきます。じゃあゆっくり巻いてください。はい、いきます。いや、これカメラを止めるかばい。完璧、カン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 って来ましたもん、ここすごい、これ勝てるわ、勝てる、これ勝てるわ、さすがに。おーい、おーい、おい。お疲れ様です。はい、ということで今回の企画ですけど、はい、阪大伊藤先生持ち込み企画、はい、極座標スイカ割り、極座標スイカ割り、はい、今までのスイカ割りは目隠しして途中で
で先に叩いた方が勝ち、はい、角度どうすんねん、長さはあのメジャーでいいですけど角度どうすんねんってことで僕作ってきました。お科学の全てのね、知を結集してあの運動器作ってきました。運動器、はい、えらいこれですザッツお前これいやこの時点でできちゃうやん。じゃあこれでね食材をスイカ割り、割れるまで帰れません、やっていきたいと思います。はい、はい、ということでメイキットパスはウィズ答えー、距離が、16m60 で、で角度がまた100度ね、 16m60 で角度が、100度。お願いします。全然わかんないですか。いやマジでビビるぐらいわからんから。え、俺結構ヤバいとこ行ってた。距離は割と合ってますけど角度が全然違うって感じです。なるほどなるほど。はいはい、この音楽、この風、聞こえるかお前たち。俺は今距離が、はい、距離が16m80 ね、距離が 16m80、 だいたい120。じゃあ行きます、スタート。13、14、15、16m80。 やばい、なんもない。やばいやばい、座礁した座礁した、つらい。あーやめろー危ない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 、終わりー。うわ惜しい、でも俺惜しい。行きまーす。アウト。これはね、バイオハザードレオンさんのこのね、これなんですよ。R1、L1 の下なんですよね。そしたら。グレープ。おっさん二人が手伝う結構シュールすぎね。おっさんずラブ。どうぞー。ってことは右に100でもいいわけ。これは怖い怖い怖い、こいつ大丈夫、こいつ怖い、こいつ怖いんやけど。おい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 お前どうした、薬でもやってんのかお前、なんかおい、えっ、えっ、はっ、えっ、はっ、よかったよお前、すごい動きしたよお前。えっ、ドゥーッドゥーみたいな。いや俺はまっすぐ歩いてるつもりなんよ。えっ、ほんまにほんまに。じゃあ次行きましょうか、とりあえずちょっと病院行ってほいで後でお前お願いします。あ、惜しい。めちゃめちゃ惜しかったよ。めっちゃ惜しいやん俺。めっちゃ惜しかった。正直めっちゃいいとこまで行った。もう帰れる思ってたもん。もう帰れるやんこれもう。行きまーす。はい。
トらしいこいつなんか。え？最後の軌道修正えぐなかったお前なんか。いやいやいや。だから酩酊状態かと思いきや。うん。秩序を合わせてくるあたり。何これ？これ次花尾さんが当てないと負けですか。え、すげえ。マジか。どういうこと？目隠し目隠し。どうぞ。行きまーす。140なんで。もう無理やって、諦める諦める。もう無理やって。この辺だ。行きます。わあ。やろっか。何やねんこれお前おい。出たらー。あ？ドッキリでしたー。あ？なんの？聞こえへん。なんの？どうだったよ。どうもこうもさ。いやお前が心配なんよ俺。絶対ねー絶対ねー前回絶対極座標水代わり勝てるドッキリー、お前たち救うんだな。なんだ何か何かおもちゃ持ってきた。これはおもちゃではございません。なんとこのコントローラーを使って、はい、僕をスイカの方に誘導してたんです。まで、これはここに電流を流すことで右に行ったり左に行ったりするっていう、だからしてきたんですよ動きが。やばいだからこうなんか急にこれそうそうそう、あれがまさにこうあれはコントローラーで左って押したら俺がこうなるんよ。マジ最後さ蹴ってもうたやん俺。あ、蹴ったね。蹴ってもうた後にくるくる回転して当てたのも あの人がカン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 ってやってここで止まれって指示を。お前だから所詮ゲームの中のプレイヤーの奴隷やったよ。でも結果が全てですから世の中プロセスとかではあります。お前の勝利じゃない。お前はゲームのプレイヤーであってあくまで勝ったのは君君だ。フルマークは君だ。ということでね、今回まあドッキリ大成功ということで、はい、大成功ですね。素晴らしい技術でした。はいはいはい、本当にありがとうございました。はい、ということで楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。ただズルして勝つのは良くないと、良くないということも学び終えたね、この動画で出ましたね。まあ、勝ちは勝ちやから、まあ、でも伊藤先生が一番こすかったね。俺をわざわざ呼び出してこの技術でお前勝たへん